マグダレナヨコクビガメは、爬虫高カメ目、南米ヨコクビガメか南米ヨコクビガメ属に分類されるカメ。コロンビア北部のカウカ川、マグダレナ川水系。ベネズエラに入。和名や英名は主に、マグダレナ川水系に分布することに由来する。南米ヨコクビガメ属では本種のみ、アンデス山脈よりも北方に分布する。最大極高長60センチメートル。 近年では、最大でも校長 46cm で、校長 50cm 以上の大型個体は、古い標本に限られる。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、最大校長 35cm。廃校は扁平で、上から見ると、中央部よりも、やや後方で最も幅が広い楕円形。廃校の色彩は、ハイ色や、ノーリーブ色。 ピンクがかった褐色で、一部に暗色斑が入る個体もいる。復興の色彩は、灰色や単光色、薄黄緑色、泡オリーブ色で、暗褐色の反転が入る個体もいる。頭部はやや小型で、上顎中央部は凹まない。頭部背面の目の間には明瞭な溝が入る。眼下と鼓膜の大きさは、同程度。鼓膜周辺は淡い黄色。顎を覆う。 角質部は濃黄色や開白色で、喉は炭鉱色や薄着褐色。獅子や青の色彩は灰色やオリーブ色。オスの頭部の色彩は灰褐色。メスの頭部の色彩は赤褐色。卵は円形に近い楕円型で長径 4cm、短径 3.4cm だが、長径と短径がほぼ等しくなることもある。体は、 廃校が上から見ると円形で、C パ板に不明瞭な筋状の盛り上がりがあり、円パ板の公園が尖る。成長に伴いキールや円パ板の虚子は消失する。頭部の色彩は、灰色やオリーブ色で、側頭部に、炭鉱色の、への字状や三日月状の反紋が入る。種商名ルーイアーナは、本種の模式標本となった個体を提供した。 類という人物への懸命。2006年及び2007年に発表されたマグダレナガワ死流域を含む4河川のミトコンドリア DNA シュトクロム B の分子解析。2008年に発表されたマグダレナガワ2カ所の酵素電気営動法による解析でも個体軍艦で大きな変異はなかったとする解析結果が得られている。大型河川やその支流。 河川の周辺にある止水域、浸水林、氾濫源及びその中にある地表や湿原などに生息する。寒気は河川や河川とつながった止水域に生息するが、雨季になると氾濫源へ分散することもある。日光浴を好み、寒気や雨季、私有、妖体を問わず岸辺や倒木の上などで単独、集団で日光浴を行う。 繁殖期のメスの胃の内容物調査では、内容物の体積のうち99%を植物質が占めていたという報告例がある。繁殖様式は乱生。12月から翌5月の夜間から、白明時に、主に河川から15メートル以内にある、開けた砂浜や歴浜で散乱する。一方で河敷から39メートル離れた土手や、河川周辺にある。 牧草地で産卵した例もある。1回1 0から31個の卵を産む。生染色体を持たず、発生時の温度により、死有が決定し、摂氏32.8度以下ではオス。摂氏33.4度以上では、生非が同率となり、より高温では、メスが多くなる。生息地では、卵も含めて食用にされる。伝統的に薬用とされ産後の日立ち。 眼病、皮膚病、長寿に効果があるとされたり、美薬になると信じられている。森林伐採や農地開発による生息地の破壊、ダム建設による水変化の影響、生活排水や工業排水による水質汚染、食用や油用の乱獲などにより、生息数は激減している。コロンビアでは法的に保護の対象とされ、商業目的の採集や、 卵や、幼体の捕獲も禁止されているが、正常不安により思考は十分ではない。生息地も保護区などに指定されていない。1975年のワシントン条約発行時から、南米予国ビガメ属単位で、ワシントン条約付属書2に掲載されている。ありがとうございます。